JR バス、東北福島支店、JR バス、東北福島支店は、福島県福島市にある、JR バス東北の営業所である。郵便番号960-8068福島県、福島市大田町3番11号、仙台福島線に運用される、福島支店所属車両現在、路線バス1路線、高速バス4路線を運行している。 高速バス路線袋線並江駅にて、改正鉄道付設法別表に規定された、福島県川又より、並江に、イタリル鉄道の鉄道線交路線として1938年6月20日に、開業した国鉄バス路線である。1985年当時の道路線は、以下の通りであった。民営化後も大きな動きはなく、長い間福島駅と並江駅を結んでいたが、 過疎化とモータリゼーションの進展に伴う利用客数の減少とバス事業の規制緩和などによる影響で2004年3月末をもって浪江駅と豚屋前の間が廃止された。その後、廃止区間は浪江町による町営バスで代替された。その後、2007年6月には豚屋前と南小学校の間から撤退する旨が福島県の生活交通地域協議会に示され、 2008年3月31日の運行をもって同区間も廃止された。2017年4月1日には大清水経由が廃止された。福島駅東口から川又高校前までは以前は福島交通便もあり共通乗車券、定期券も発売されていたが2006年9月末で復興便は廃止となった。一部は JR 便に振り替えられたが 同区間の運賃は800円から990円に値上げされた。2008年4月以降、川又高校前から、川又鉄砲町山木や水境間が、川又町営バス、山木や水境並江機間が、並江町営バスによって、大体運行されたが、2015年6月現在は、運行休止中である。なお、合わせて、接続地点が問屋前から、町会のやや、 川又町寄りにある山木や水境に変更された。2020年春から放送開始された NHK 連続テレビ小説、エール主人公、古関雄二の若き頃過ごしたゆかりの地である福島市川又町を JR バスで巡る1日乗り放題の企画乗車券、エールフリーパスを販売している。2020年10月11日まであった。 廃止路線線複線船引き駅にて1954年12月28日より国鉄バスとして運行を開始し1984年の国鉄改革に伴う合理化の対象となったが生活路線のため沿線自治体より設立された JR バス線複線沿線市長協議会が運行主体となり JR バス東北に貸切運行を委託した路線である 協議会の構成員は福島市、二本松市、田村市となっていた。路線は二本松方面からの東西に伸びる福島交通バス路線を南北に入よう走り、高月から杉沢大杉まではフリー乗降区間となっていた。終点の船引き駅では駅敷地内に専用の駐車スペースが設けられ、バス車両は上記協議会にて2010年3月末をもって、 廃止することが決定され、JR バスは同年3月31日をもって運行を終了。福島市内区間の福島駅東口飯野町については、翌4月1日より福島交通の代替バス路線が新設されたが、渡りバイパス経由になるなど、船複線とは一部異なる経路となっている。福島仙台空港線2003年12月1日に開設され、 福島交通、宮城交通との三社共同で運行していた。運賃は片道1500円で所要時間はおよそ1時間半、1日、6往復のダイヤが組まれていた。しかし、1便あたりの平均利用客は3名程度と、再三ラインを大きく割り込み、開設からわずか7ヶ月の2004年6月30日で廃止となった。JR バス。 東北川又車庫川又車庫上中の車両、乗務員はなく、支所庁舎も取り壊され、現在は駐車場と乗務員宿泊所のみとなっている。郵便番号960-1401福島県、伊達郡川又町、飯坂在八端田4番地、廃止路線鉄道川又線の廃止に伴う、代替運行のバス路線。詳細は、川又線を参照。ありがとうございます。